想像しくなりそうだな。罪には問われまい。翻訳を返すんだ。その宝玉、我らがもらい受ける。何やつ！これがヒルコの忍び。やれやれだな。どうにもこうにも、うるせえな。
ぜ。無駄だ無駄だ、逃れることはできぬ。もう一度聞く、何者だ。さあね、そうか、それでは死ね。どうだい子供たち、そいつの味は。一切れも残さず食えよ。もうすぐ人のことを心配してる場合かよ。お前も餌になってもらうよ。何？やんややんやか。ようやく勝負もつくようで何よりだな。終わったらさっさと消えてくれ。俺は眠いんだ。結構いい夢見てたのによ。ああ、キーキーが湧き上がって。まずは貴様だ。どうする、貴様の前に入らねば俺は切れんぞ。俺の剣には間合いはいらねえ。噂に聞いたことがある。疾風の居合でかまいたちを作り敵を倒す雇われ忍者、確か名は騎馬神十兵衛。ここで会ったのも串木縁。お前のその腕、この俺に貸してくれ。もちろん金は。断る。なぜだ。所詮は雇われ忍び、金で動くのではないのか。まあな。だが俺は顔を見せねえ奴は信用しない。どこに行く十兵衛。別に夢の続きを見たいだけさ。もずくがやられると、相手は狼牙ではない。ほう、鬼門衆、闇苦坊の忍びか。光の巫女様が危ない、危ない。魔界がやられた。行くよ皇天。光の巫女様が危ない。Thank you.
昨日と一興といい、ついてねえな。日暮様、稽古の準備ができました。うん。なあ、源三。は？私は生まれてからこの村を出たことがない。外の世界には何が一体あるのだろう。さーて、源三にもわかりませぬ。そうか。に村を守れないではないか。そうですな、うん、いつまでたっても源三は私を子供扱いだ。私だってくせ者。しぐれ様、よう。何者？なんだよ、ずいぶん物騒なところだな。おかげで見ろ。煽りを食ってこのざまだ。当たったのか。さあな、道に迷っちまった。水の一杯でももらえねえか。わかった、ついてこい。わかったよ。一休みしたら出て行くさ。教えてくれ。うん？なんだ一体。私はこの村より他を知らぬ。教えてくれ、旅の者。外の世界には何があるのだ？何が違うのだ？別に。どこに行っても人は人。空は空。何も変わらねえよ。私は。なんだ。うん。非対時の大筒でも撃ってるとかな。ふざけるな。どうにもこうにも。俺を寝かせたくねえ奴がいるらしい。な、源三様。やはり
これが定めか。シグレ様、早くお逃げください。お前ら食って食って食いまくれよ。おい、逃げた方がいいんじゃないのか。ふざけるな。私も、私だってお前たち。さあ、しぐれ様、お逃げください。ここは私たちや。早く。村の用心棒か。関係ねえよ、通りすがりだ。まあよ、これも縁だ。嫌な縁だな。玄座、玄座、どこに逃げる。どうすればよい。玄座、お前の望む外の世界、俺が連れて行く。貴様、名前は。騎馬神十兵衛。死んだら俺たちは死ぬ。隠した奴は信用しないと言ったな。
ああ、これが俺の素顔だ。頼む、これをお前も知ってるあの娘に渡してくれ。いいのか、俺を信用して。金で動く雇われ忍者だぞ。信用する。もしもの時は化けて出る。